みんな読み書きって教育義務教育でやるじゃないですか。読み書きとか、まあ、英語も習ったり数学習ったりちょっといろいろ義務教育の中で習ってるよね。ところがことこの美容とか美意識メイク、まあメイクのことね、まあ、昔だったらソロ版とかあったと思うんですよ。でそれと同じようにこのメイクアップのまあやっぱりほとんどの女性の方はやっぱりしますよね。まあ洗顔もしますよね、もちろんね。だからそういう家庭医科ってあったように、これも僕が今思ってるのはメイクのそういう義務教育あっていいんちゃうかなと思ってるんですよ最近ね。それはなぜかというと、自己肯定感もそうなんだけど、自分の顔を大事にするということ、まあ、洗顔も一つのメイクって僕が考えてるので、まあ、スキンケアもメイクと考えてます。だからそのメイクアップのスキンケアから洗顔から、まあ、全てにおいての、まあ、基礎知識っていうのをちょっと習っておくと、自分の顔を大切にするというね、一つの、メンタルね、心理学的にそこに落とし込める時期があるわけなんですよね、うんうん、で幼少時代にあんたハサミ切るの下手やねとかね、例えばあんたなんかこの音楽のこの楽器するの下手やねとか、なんかドッジボール運動センスないねとか、この学校の先生にそういう否定的なことを言われたら、もうそれが全てずっと残るわけですよ、うんうん、だからそのメイクのこともそういう部分では自分を大切にするという教育になるんで、やってほしいということがまず一つとね。それと多分ファンデーションの塗り方っていうのをしおりさんでもね、今ちょっとずつこういろんなあるっていうの分かってきたと思うけど、うん、ご覧の皆さんは大体ファンデーション塗り方ワンパターンやと思うんですよ。大体ですよ。習った人は、まあ、別としてね、一般の方はお母さんの真似とかなんか雑誌を見たとかね。だけど僕らの業界からするとファンデーション塗り方って、手で塗る塗り方とスポンジで塗る塗り方と、それからブラシで塗り方と、でエアブラシってスプレーみたいにしてやるやり方といろいろあるわけですよ、うん、だからそういうのってまあやらないですよね。エアブラシやったことないやろし、ね、ブラシでするってどんな風に塗るんやろとかね。だからそんな風にいろんなパターンがあるんだけども、そのパターンを知ることによってまた質感って変わるんですよ、やり方が によってね。でそれはまあ、一つのそのベースメイクの話をしたんだけども、そういうこうバリエーションというかな、引き出しをたくさん持っていくとメイクの楽しさができるっていうことと、そうですよね、パターンがたくさんできるからね、うん、そうすると頭の活性にもなるんですよね。僕いつも言うけど、ワンパターン化するルーティーンにするのはルーティーン化するのはすごく楽なんやけど、人間が老いるのはそこらが一番なんですよ。同じ繰り返し、同じ日々の生活をしてると老いていくんですよ。まあ、これ自分にも言い返してますけど、1年経つの皆さん早ないですか。で、年いけばいくほど早く感じますよね。これはルーティン化といって、同じようなその生活がある程度何年も積み重なってくると、そんな風に気持ちになるわけですね、うん、でそこで必要なのはパターンをたくさん作る、刺激を求めて、まあ、いろんなことをチャレンジする、うん、そういう部分が非常にその老いというものね、老いをアンチエイジングしていく意味ではちょっとこう面倒やなことを刺激的に脳に送るっていうね、うん、そういうふうな作業が必要なと思ってます。自分の気持ちにこうそんなに気がついて生活するってことはないと思うんですが、ちょっとこう振り返ってみて、今の自分どうなのかなとか、私って本当はどうしたかったのかなとか、なんかそういうことをこう振り返ってみる時間って大切だと思うんですね。でそうやって振り返ってみた時に、もっとこう自分をこう大切に思えたりとか、私ってこんなに頑張ってきたんだなとか、そうやって自分をこう慰めたり励ましたりとか、そういう時間ってこう持っていただくと、まあ、50代を過ぎると特にそういう時間って持ってみるっていうのがとっても大切だと思うんです。でそうすることでこれから先の人生、もっと自分が楽しくこう輝ける時間になっていくんじゃないかなって思うんです。もうこれでいいやとか、もうどうせやってもとか、そういうふうな言葉っていうのを一旦ちょっとこう
なしにして、うんうんうん、もっとこうなんて言うんでしょう、もしかしたら私っていけてるんじゃないみたいなそんな感じにこう、うん、なってみるっていうのが、あのこれから、まあ、50代60代70代ってなっていくときに大事なのかなっていうふうに思います、うん、ですよね、はい。